ミスター M さん、こんにちは。今回もマッスルチャレンジ、ガチンコ、マッチョクラブね、ローラーチャレンジ、本当お疲れ様でございます。そろそろですね、これをやったらどうかなっていうのがあるんですよ。それはですね、ミスター M さんのところに届いているコメントですとか、お便りをちょっと読んでね、それを動画の中でこうお礼を言うというのをマッスルチャレンジの中に入れてみてはどうかなと思うんですよ。まあ、スタロンさんがね励ましてくれるのもすごくいいんですけども、やっぱりねこの SNS ですからね、 YouTube っていうのは YouTube は SNS なんで、放送者と視聴者さんが関わりを持ってるところをちょっとね入れてみると、今見に来てくださってるファンの方がね喜ぶんではないかなと思います。そういう風にしてみたらどうかなと思いますね。まあ、その他にもいろいろとね、こう緩急をつけるというか変化をつける動画で、あのガチンコマッチョクラブの中にドラマをねたくさん盛り込んでいってもいいと思います。でドラマを盛り込むためには他の方法としては感情ってものを入れるのがありますよね。痛いとか苦しいとか辛いとかね、いつも無表情なミスター M さんがねこう苦悶の表情でね、こうそうなんていうかな、動画に出ていくとか、汗だらだらの演出をするとかね、それかなんか顔が体がなんかどっかバーンとね赤くなってるみたいなね、そんなやつであれ何が起きたんだろうみたいなことを指していくとかね、そういうところは面白いんじゃないかなと思います。まあでも無理しないでくださいね。無理せずにやっていってください。スタロンの名言もまだ途中ですしね、これパーフェクトに終わることを私も期待しております。今回はそうだな、ここをこうすればいいよみたいなはっきりのはないんですけども、やっぱりこうドラマを作っていくってことですかね。ちょっと抽象的ですいませんけども、本日は以上です。頑張ってください。